どうもしょぴです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕今鼻声なんですけども、花粉症から来る副鼻腔炎っていうものと蓄膿症っていうものだと思うので、はい、ちょっと鼻声で多分ちょっとお聞きづらいと思うんですけども、はい、ご了承ください。で、今回はですね、ちょっと僕が今までちょっとやってみたかったことっていうのをやりたいと思います。まあ今までの動画全部そうでしたけども、これだけで一日生活をしてみようという企画をやりたいと思います。イエイ。やりたいことは伝わったでしょうか。今まではパソコンだったりお財布っていうのを使っていきましたけども、それを全部 iPhone X で代用できるんじゃないかって思ったので、今回ちょっとチャレンジ企画でやってみたいと思います。まずはこれで下準備をしていきたいと思います。僕がこの iPhone で設定したいのは、まず支払いですね。ウォレットのところを押します。 Apple Pay の画面が出てきましたので、続ける。はい、これでカードの追加ができました。スイカの発行が完了しましたっていうね、これペンギン可愛いですね。という感じで登録できましたので、僕が2年以上使っていたこのパスもですね、これで断捨離できます。ちなみにここに書いてある情報っていうのも今全然関係ないので、はい、見ちゃっても大丈夫です。はい、それではちょっと今からオンライン上で仕事のそのミーティングっていうか、まあ会議をするんですけども、それもこのスマホでできるかどうかちょっとチャレンジしてみたいと思います。あ、Firefox か。あ、まずい。ちょっとここに Firefox 入ってなくて、ちょっと今すぐコンタクトしなきゃいけないので、まずい。ちょっと今回は、パソコンでやっちゃいます。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。終わりました。はい、続いてこちらのクレジットカードをこの iPhone の中に。はい、おはようございます。いや、ちょっと眠すぎて、一回睡眠を取りました。はい、ということで続きをやっていきましょう。じゃあ、ちょっとその前に着替えましょう。せーの。はい、ということで、じゃあ、早速続きやっていきましょう。で、昨日の夜の段階では、このスイカを登録するところまで行きました。なので、今回は、このクレジットカードを、この iPhone の中に入れていきたいと思います。はい、これで、バッチリ登録が完了しました。おー、いいですね。まあ、もちろんその給油なんとかが使えないお店はあると思いますんで、このクレジットカードをこれ現物は代謝にしないでおきます。この T ポイントもこの iPhone の中に入れてみました。 T ポイントアプリをダウンロードしてそこに入れたんですけども、まあ、アプリは違うんですけども、このカードも iPhone の中に入れることができました。このマイレージのカードも iPhone の中に入れることができました。このヨドバシのゴールドポイントカードもこの iPhone の中に、まあ専用アプリですけども、はい、これを使って入れることができました。番号見えてますけど、これ別に見えても全然構わないので、はい、これ OK です。さっき入れられたもの言いましたけども、入れられないもの何かっていうと、キャッシュカードと運転免許証に関しては、カード入れられませんでした。なんかお金を引き下ろしたりとかするときには絶対カードは必要だと思いますので、はい、これは持っておきます。このお財布、カード、パソコン、そしてネット環境、そしてスマホ、これの中から今回は、今日はこれだけで一日過ごしてみたいと思います。どうしてもパソコンだったりお財布だったり使わなきゃいけないっていう時があると思いますので、その時はもうこのチートアイテムを使ってズルしますよ。じゃあドルちゃん行ってくるね。モフモフしてんな本当に。必要じゃないから買わないけど、この絵なんか癒されるな。かわいい。はい、秋葉原に行きました。今からじゃあいろいろな支払いであったりとか仕事であったり、まあそういうのが iPhone 1台でできるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。まずはちょっとこの靴ですね、これをちょっと新しく、一足買いたいと思います。それではお邪魔します。すみません、なんかこういうスマートフォンのアプリで最近こう電子決済とかできてると思うんですけど、このお店は、ね、はい、まだできないんですよ。あ、じゃあ現金で、はい、わかりました。すみません、ね。いえいえ、はい。ところがレジってこれもみんな、あ、そうですね、これは進化しますね。なんかじゃあともうちょっとですね。もう少しで。じゃあ3000円です、ね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。忘れました。
まあまあまあこういうことですよ。あの ABC マートとかそういう大型店舗、まあ、チェーン店とかに行けばあのこういうスマホで払うこともまあ可能だったかなというふうには思うんですけども、まあ、今回ちょっとあえて2000円ですから買おうと思って、デザインもいいし軽いしコスパもいいなと思って2000円だったら買おうってことで買いました。まあ、こんな感じでこうスマホで払えるところは払えますし、残念ながら払えないってなった場合はまあ現金で払っていこうと思います。はい、次はちょっともう1着ですね、あのシャツの方を買いに行きたいと思います。ちょっとシャツの2着目が欲しいです。なんでかっていうとですね、これ洗濯したいんです。あ、クレジットのクレジット、こういうのとか。あ、使えない。あ、だめ、だめです。わかりました。はい、外でも使えます、ね。あ、OK です。はい、じゃあ、あの、現金で普通に。現金、はい、かしこまりました。ありがとうございます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 。ユニクロのダメなんですね。それは意外でした。じゃあちょっとお腹も空いたのでご飯にしますか。エディはそれらしいもん一つもないですね。はい、ここはどうじゃ。ありがとうございます。はい、という感じでやってきましたけども、僕は何も iPhone が決済の代わりになるだけじゃないと思ってます。どういうことかというと、 iPhone でも仕事ができるんじゃないかと思ってますんで、そこら辺もチェックしていきたいと思います。今食べてきたこのすき家のレシートなんですけど、これをですね、まあ、あの財務管理としてちょっとこの iPhone の方に入力していきたいと思います。はい、今、Google のスプレッドシートで現金出納帳を立ち上げました。はい、でここに、ポチッとやって今日の日付、例えばここで、あれ、あ、あったあった、これで、すき家で昼食、すき家で昼食ってやって350円、事業主貸しっていうことで、あ、ちょっと操作が慣れれば早いんでしょうけどね、コピー&ペーストのこう操作の慣れは必要だと思いますけども、慣れてしまえばこれで十分いけるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次は一気にハードル上げますけども、 PDF ファイルを出力してそれを提出するっていうことをやってみたいと思います。じゃあ例えば新しい Google ドキュメントをちょっと開いてみたいと思います。あ、アプリインストールしなきゃ。はい、こんな感じで Google ドキュメントのEstって入力された、まあ、ファイルですね、Google ドキュメントファイル、まあ、Word みたいなファイルなんですけど、これを作りました。で今から PDF ファイルで出力していきたいんですけども、多分ここかな、多分ここちょっと押してみます。ポチ、はい、でやるといろいろ出てきまして、あ、この共有とエクスポートのところを押してみましょう。ポチ、 PDF ファイルで出力は、あ、残念ながらないみたいです。これ Word 形式で保存っていうのはあるんですけども、ちょっとスマホでPDF ファイルを作成しようと思うとちょっと厳しいみたいです。もしスマホで PDF ファイルを作成する方法をご存知の方いたらちょっと教えてください。マジか、この PDF ファイルを作るっていう作業を結構頻繁にしているので、それがこのスマホでできないとなるとちょっと痛いかなというふうに思います。コミュニケーションに関しては基本的にこのチャットワークってやつでやってるんですけども、その他にもこう SNS、Twitter であったり Instagram であったり LINE だったりっていうので、もう何かしらの方法であのコンタクトは取れるので、コミュニケーションに関してはこのスマホ1台で十分できます。ただその PDF ファイルを送りたいってなった場合に、このスマホで PDF ファイルを作ったりとかすることはちょっと今の僕の知識ではまだないので、そういうなった時にはパソコンは必要だと思います。あとそのパソコン作業していてスマホでこう置き換えられるかってテストしたいものって僕はちょっとないですね。あ、動画編集に関してはすいません、あの気が遠くなることがもう予想できてるとか目に見えちゃってるので、あの今回はパソコンで編集させていただきます。でも本当にもう終わりですか。あ、どうぞマスクしていただいて、はい、あの声かけていただきました嬉しいです、本当にありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、あのこれからも頑張りますんで、また汐留の方にも行きますんで。汐留もよくいるんで、はい、じゃあこれからよろしくお願いしますはい、ありがとうございます。いや、彼めちゃくちゃいい人ですねまた会いたいです。
もうやることはないですよね。もうやることがないというか、もうちょっとびっくりして頭真っ白になっちゃったっていうのもあるので、はい、今回はちょっとこれで終わろうかなというふうに思います。もしなんかもっとこう、私はこういうことをパソコンでやってるんですけど、それをスマホで置き換えられませんかみたいな、こういうアイデアとかありましたら、ぜひぜひコメント欄に書いていただくと嬉しいです。ということで結論なんですけども、今この撮影している段階では iPhone X1 台で生活することはちょっと難しいなっていうふうに思いました。クレジットカードを使いたいっていう場面もありますし、まだ僕の場合ですと、こう動画編集であったり仕事で PDF ファイルをこうがっつり作ってそれをシェア送信するっていう機会が、まあ1日に何度もあるわけなので、まだ iPhone X1 台で全部こう仕事もできて、プライベートも楽しめて、ストレスなく行動できるっていうのはちょっとまだできてないかなっていうふうに思いました。はい、ということで、もし今回の動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたとでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。まあこれからこのパソコンだったりお財布もどんどん手放していくような感じになっていくと思いますんで、これからもちょっと iPhone X 使っていきながら、なんかその変化があったらどんどんこのチャンネルでシェアしていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。